園田が降りている。松田亮太、ご清聴ありがとう。ちょっとおめでとうございます。大井さんの強さは憎い、そうなの、無理は非自由で座るといえど、見た目の人もあると思うんだ。真の実力者ってどこにいるの、連れてきてよ、じゃあ。うん、俺より強い人がいたら教えて。全ジャンシーの中から選んでいいんだったら M リーグの中にしかいないよ。なんかそういうのってすごい、サッカーで日本代表に選ばれるとその人より選ばれてない人の方がいいとか思っちゃうような人が出てくるんだけど、本当に連れてきてほしい。3人 いると思ってない。 M リーガーの方が光り輝くっていうか、実力も含めてだよ。だから久人より強い人が連盟にじゃあどこにいんの、まあ、堀さんとか中林さんとか松本より強い強化員がいたら教えて。じゃあ最高位戦もそんなに強い人がいるんだったら教えて。俺と松ヶ瀬より強い RMU の人がいたら教えて。いると思ってないもん俺。水巻さんは強いけどやりたくねえって言ってんだからしょうがないよ。うん、竹内さんは強いよ、確かに強い、それは強い、認めるよ。森山さんの解説俺は面白かったけどな。森山さんの解説は一周回って嫌いじゃないよ。僕がガーってなんか言われたら絶対に言い返すけど、俺が K 点取って K 点怒られたら全部言い返します。 K 点の何がダメなのか教えてくださいっつって。だけど旗から見てて面白い面白い。ただ俺より後輩とか俺より若手のやつが俺をなんかいじったり俺に批判するのは嫌いじゃないんだよね。だから今日俺竹内さんに好きかって言っていいよと、ダメじゃないですかこれを泣きはって言っていいよって言って、遠慮なくいいなって言ったら言えるわけないじゃないみたいな感じだったけど俺は竹内さんに言ったよ、好き勝手喋ってって。何いじってもいいし、玄太が首かしげるような打敗俺がしたらもしかしたら俺の衰えもあるかもしれないから遠慮なくいいなって言って、そこで俺も後で詰めようと思わないよって言って。俺先輩にはやるけど後輩は可愛いと思ってるからやり返そうと思わないから、俺は後輩にはちゃんと言うよ。マジでモノマネしてたの俺の5000もくれてありがとうございます。5000もくれてそんな質問ありがとうございます。萩原さんの麻雀と大輔の麻雀が好きなんだねこの人ね。萩原さんと大輔は俺は面白いと思うよ。ただ大輔はまだね萩原さんの苦労知らないね。これやったら萩原さんの方が勝つと思うよ。これなんでかっていうと、萩原さんはドラフト1位で最初にね芸能人が M リーガーになってワンワン叩かれた人だから、最初にでたくさん負けた人だから、萩原さんはもうね地獄を見たと思う。そっから泣きたくねえ手も泣いて、したくもねえリーチしてもがいてもがいて今泥臭くやってっから。ちなみに萩はさ何回も M リーグをやめようとしたと思うよ。有名どこで行くと藤田さんが止めたとかっていう話聞くけど、俺は萩原さんはやめたと自分だけの意見で今居残ってんじゃないと思うよ俺は。あれはいわば俺ら麻雀界のため、あとあなたたち麻雀ファンのために、あまあ自分の意地もあるだろうけど、そういう俺らのためにやってくれてるところあると思うよ。なんか前ブレイキングダウンでさ、あのさ瓜田さんがさ昔どうしようもなかった人間だけど今ブレイキングダウンのためにピエロやってんだっつって言ったことあるけど、俺萩原さんはピエロとは言わないけど辞めたい気持ちを我慢して結構いると思うけどね今。萩はね、でもさ俺さ、萩が辞めるっつって藤田さんが止めたのはなんか聞いたことあるけど、俺が辞めるっつって藤田さんが止めるかわからないよ。萩原さんの代わりはいないけど俺の代わりはいるかもしんないよ。麻雀の能力で俺の代わりはいないかもしれんけど、なんか延長線上じゃん。例えばまあ何でもいい、中林でもいいし、 YouTube で言えば渋川でもいいし、渋川の延長線上に俺いるじゃん。俺になろうと思えばなるかもしんないじゃん。でもさ萩原さんの代わりはなんねえじゃん、もう無理じゃん。例えば北野武さんの映画の主役で出るとか無理だろ、誰ができんねんそれ。藤田さんはね、俺がもう辞めたいって言ったらね、俺のこと止めるか分かんないよ。止められたら続けるけど止めるか分かんないよマジで。この曲俺降りてっから意味ねえんだよな。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。